だから社長業は一体何なんだ、社長の仕事って一体何なんだって言われても、いや分かりません、いや考えたこともありません。いやそんな方はめちゃめちゃ多い。そりゃそうですよね、社長じゃないと分かんない、うん、だからこの社長業、社長って一体どんな仕事してるんだ、ここを今日しっかりとね、みんなでね、あなるほどねと、俺社長だわ、いや俺社長業やってなかったわっていろいろね皆さん考えるとこあると思いますので、ちょっとそこのあたりをね、まあ、一緒に考えていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあ本日のテーマはこちらになります、農業社長の5つのお仕事ということで、農業社長さんの仕事、まあ、社長業っていうのをね、ちょっと今日は皆さん方と一緒に、まあ農を耕していきたいと思ってます、まあ、その前にちょっとお知らせですけれども、いよいよ4月7日ですね、これマーケティングです、農業販売の話ですね、まあ、自分の農産物を直接ダイレクトに農産物を売るっていうね、まあ、夢の農業販売です、実際自分で作ったものをね、全部直接お客さん消費者に売れればこんないうことありませんよね。だって小売価格で売れるわけ、もう自分で値段をつけれるわけ、これがね本当の究極のね、農業の、ビジネス、農業の販売方法だろうと思ってるんです。でもね、とはいえね、なかなかそれができない、難しいですよね。だってお客さん一人一人に、商品を届けるのは大変かもしれませんけど、自分で値段を作ってお客さんにそのね買っていただくって、でもこの辺にはですね、実はノウハウというのがあって、実際これをね実践してらっしゃる方たくさんいらっしゃるんですよね、その中でも北海道のね寺坂農園の寺坂さんっていうのはもう本当ね、もう第一人者、自分で作ったメロンをですね、なんと全量をね、直接お客様、消費者に、ね、お届けしてる、そして、年々ね値上げをしていってるっていうふうに、本当に自分の農産物の価値をそのまま提供して、その価値を分かってくださるいわゆるファンの方々と一緒にコミュニティを作って、そしてお客様に喜ばれる農業をやるって、もう本当ね、もうこんな成功してる人なかなかいないですよ。でそういった方が、今回ね7日の日農ビジセミナーでね2時間たっぷりとね、そのノウハウやり方、そしてもちろんこんな風にやった方がいいってアドバイス、いろんなねお話をしてくださいますので、ぜひね皆さん方お楽しみください。まだ申し込みいただいてない方はまだ間に合いますので、概要欄からですね申し込みください。もちろん受講券で今回だけ参加するよって方もいらっしゃいますし、農ビジ会、農ビジ VIP 会員になっていただくと毎月ねこのセミナーやってますんで、そういったセミナー毎月参加したいよって方はそちらの方がお得ですので、そちらの方を選んでいただければと思っています。さあそれではね、今日の本題に行きましょう。今日はですね、このね農業の社長のね5つの仕事っていうことで、一体社長業っていうのは一体何なんだって話をちょっと解説しようと思ってます。で、皆さん方も農業をやっている以上、農家の社長さんですよね、まだお父さんが社長だっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、基本的には皆さん方も社長、もしくはいずれ社長になられる。社長って一体何するのって、ここなんですよ。で僕は自分でね農業ももちろんやってましたけど、ひょんなことから37歳の時にベンチャー企業のね農業事業部の子会社、いわゆる農業法人の社長っていうものをね、やらせていただいたんですね。おかげで、あ、経営ってこういうもんなんだ、ビジネスってこういうもんなんだ、そして社長業っていうのはこういうもんなんだっていうのが、その時ですねやっと分かったんです。それまで実は知らなかった。だって農業ってなんか会社じゃないし家業だし、なんか社長というよりもなんか親方みたいな、そんな感じですよね。だけど自分としては社長になりたかったし、社長って一体何なんだろうね、社長って何なんですかね、こう聞かれて、あ、社長というのはねってなんかスーッと言える人って意外と少ないかもしれない、でそこで僕はね、今本当に社長さん、いわゆる農家の農業の社長さんをたくさん輩出したい、そういう思いでねこういう活動をやったり農美事会を運営したりしてるんですけど、ぜひね皆さん方も社長になってほしい、社長、経営者ですね、経営者であり社長になってほしい。今回は経営者っていうのは、社長も副社長も専務も常務も実はあれ経営者に入ります。みんなで経営しているわけですからね。ところが社長というのはですね、たった一人なんですね。最終的な最終決裁者、社長一人だから、よくねこの話も皆さん聞かれたことあると思うんですけれども、社長さんと、専務の距離と、社長さんと例えば会社の受付をやっている女の子、女の子とか女性スタッフ、どっちが距離が遠いでしょうかみたいな、なんかクイズあるんです。社長さんと専務でしょ、専務も偉いですよね。そして社長さんと受付の女性ね、受付をやってるスタッフ、それは受付してるスタッフと社長ってもうすごい差がありますよね、立ち位置とか役職役割とかね。
だからいやそれはもう社長さんと受付の方の差が大きいでしょうって、まあ、思いがちなんですけど違う。これ実は社長と専務の距離もめちゃめちゃ遠いんですよ。で一緒なんです、うん、え何専務と受付のスタッフと一緒。そうなんです。実は役割が違うだけであって社長というのはものすごく遠く、もう信じられなく高いところにあるんです。距離が遠いんです。なんかそれってこれ社長やったことがある人、今もすでに社長やってらっしゃる人は山下さん分かるよ、もう社長とその他の人たちって全然差があるよねってね、社長にならないと分からない。社長じゃない人は社長も専務も常務も偉いでしょ、副社長も偉いでしょ、役員って偉いでしょと思うけど違う違う、社長はすごい上。なんでかっていうと社長の後ろにはもう誰も責任を取ってくれる人がいないから、いわゆる崖っぷち、一番後ろの崖っぷち、もう社長がこけたらあーっと落ちてしまう、あーっとこう落ちてしまう、ね、ところが専務はまだ判断が間違っても最終的に社長が責任を取るんです。ってことは最終決裁者である社長というのはですね、もうものすごい責任とプレッシャーの中でやるっていう、もう最後の砦なんですよ。だからこの社長さんっていうのはもう僕はめちゃめちゃ尊敬しています、うん、逆にまあその他の人たちも別に尊敬してるんだけど、社長っていうのはそのくらい責任とプレッシャーの中でやってるんだっていうことで僕はめちゃくちゃやっぱりリスペクトするわけですね。で世の中に社長さんってどのくらいいるかっていうと大体450万人です。450万人、仕事人口が1億2000万人でしょ。で大体仕事してる人たちが大体6000万人います。6000万人いる中で、これ日本国内ですよ、6000万人いる中でたった400万人もしくは450万人しか社長がない。もう社長って本当少ないんですよ。だから社長になれる人っていうのも少ないし、社長になってる人、やったことがある人ってめちゃめちゃ少ない。だから社長業は一体何なんだ、社長の仕事って一体何なんだって言われても、いや分かりません、いや考えたこともありません。いやそんな方はめちゃめちゃ多い。そりゃそうですよね、社長じゃないと分かんない、だからこの社長業、社長って一体どんな仕事してるんだ、ここ今日しっかりとねみんなでね、あなるほどねと、俺社長だわ、いや俺社長業やってなかったわっていろいろね皆さん考えるとこあると思いますので、ちょっとそこのあたりをね、まあ、一緒に考えていきたいと思います。さあ早速いきましょう。じゃあ社長の5つの仕事、これ結論先に行くとですね、5つあるんですけども、これ仕組みを作る、これ1番目ですね。仕組みを作る、これ前回もやりましたよね、つつがなくお金が入る、もしくはつつがなく物ができる、もしくはつつがなく仕入れができる、そしてつつがなく働いてもらえる、つまりこの仕組みを作るっていうのが社長の仕事の1番の仕事。なぜ2番目、予算を立てる、いわゆる計画です。自分は今売上が1億円だ、そして3年後には2億になって、5年後には10億になるんだみたいな計画を立てる、これは社長の仕事です。そして3つ目、資本を準備する。そうなんです、社長さんって何の仕事してるかっていうと、実はね、仕組みを作る仕事と計画を立てる仕事とお金を集めてくるっていう仕事なんです。社長業ってそんななのと。そうなんですよ。そして4つ目が仕事を作る、いいですか、仕事を作る、まあ、これスタッフにね仕事をこう落としていくってことなんですけど、そして仕事を与えたならばその人たちが一生懸命頑張ってくれた、そうすることによって売上が上がって利益が出る、そして5番目が利益を分配するってことなんです。あーなるほどね、社長さんのお仕事5つある中で仕組みを作って予算を立てて、そして資本を準備して仕事をみんなに分け与えるとか、みんなに仕事を頼んでお願いして、そして利益を分配する、これが社長のお仕事なんです。山下さん、いや農業の社長さんってそんなことを一人でやってるんですよ実は。ね、農業ってすごくないですか。農業って自分で物ができる仕組みや出荷して、それがお金になる仕組み作って、ね、そして計画ね、いつ作付けする、ね、何個取る、そしてそれがいくらで売れていくらの売り上げになって、そして利益をどのくらいにするって計画を立てる、そして元のお金っていうのも自己責任で自分で準備する、なかったらもう農業から借りてきてからでもなんかやるわけでしょ、自分で準備する、そして仕事を作る、ここなんて自分で作付け、計画立てて自分で作付けするから仕事があるじゃないですか、ね、種まく仕事、トラクターで耕運する仕事から収穫する仕事、いっぱい仕事作業を作るんです、そして、その分の利益を、あじゃあお疲れ様って分配する。ところがここからなんです。農業というのは一般的な中小企業、一般的な会社と違って、この労働と経営、この労働と経営が一緒になってるんですよね。これが労働と経営が、だから社長でありながら労働もする、
でも中小企業とか、まあね、それなりの会社さんっていうのは経営は経営、そして労働は労働と、ここが分かれてるんです。労働者と経営者、分かれてる。もっと細かく言うと、資本家と経営者と労働者っていうのは本当は分かれてるんです。で、資本家っていうのはオーナーですよね。だから、皆さんピンとこないかもしれないけど、農家というのはオーナーでありながら、オーナーでありながら経営者でありながら労働者であるんですよ。難しい、めっちゃ難しいことやってるんですよ ね、うん、で、なんとなくだけど、下手すると、オーナーでありながら社長でありながら労働者で、労働だけやってる人って、ね、いらっしゃるんですよ。労働だけやって経営やってない、経営やってない、で、経営やってるんだけどオーナーになってないっていう人たちもいらっしゃる。だから僕は、この労働がいけないわけじゃないけどね、ちゃんとこの社長さんになって、ちゃんと仕事を与えて、仕事をやってもらって、そしてお金を分配するっていう社長さんになってほしいなって、まあ、ここをね、いやもうそんなことできないよって思うんじゃなくて、そこをぜひ目指してほしいんです。で、僕は20代の頃から社長になりたかった。だから社長って何だろうってずっと考えていて、ずっと社長業っていうのを勉強していきました。で、最終的に先ほどお話した通り、まあ、ひょんなことからベンチャー企業と一緒にやって、そこで、大きな組織で仕事させていただいて、まあ、まあ小さい会社ですけれども、そこの、まあ農業法人の社長さんを、社長という役職をね、役割を与えてもらったわけです。で、そこで社長業をやってたわけですけど、もう私がやってたのはもうまさに今回の5つのお仕事です。まず仕組みを作ることに、もう全部エネルギーを注ぎました。そして予算計画、これがとにかく僕の仕事だから、今いろんなね、コンサルティングでいろんな方々の経営をお手伝いしてるんですけれども、もう計画なんて年間もう何百って計画立てます。いろんな人の計画をですね、はい、で、仕組み作りもサポートしています。そしてここで資本作り、だから元手となるお金がなければ、これね、他の動画でも言ってますよね、ビジネス事業というのは投資と回収だって。だから元手がゼロはどれだけ頑張ってもゼロなんですよ。で、元手が1万円あったら、その1万円をどうやったら2万円にするか、元手が10万円あったら、その10万円をどうやったら20万円にするか、100万円あったら、1000万円あったらって、元手っていうのがいるんですよね。だけど元手がなくて、なんか農業やりたいんです、で、貯金は、いや貯金はありませんって、ゼロでなんか始めるって、これ無謀だよね。ビジネス事業というのは必ず元手っていうのがありますので、その元手を準備するのも社長さんの仕事。そして仕事を自分でやるっていうのもいいんだけど、実は仕事を作ってダメじゃん。仕事を、やらせるっていうかね、与えるんですよね。で、これが実は社長の仕事っていうのは自分でやるんじゃなくて、どんどん仕事をこう人にやらせていく、この考え方なんです、社長業っていうのは。でもこれがなかなかね、農家から抜け出せない方はそこができないんです。もう自分でやっちゃう、職人の方に行っちゃうんですよね。で、自分でやった方が早い、自分でやった方が間違いない、分かるんです。だけども経営とかビジネスとか事業展開していこうとかいう発想であれば、ずっとそのまんま自分が一労働者、一職人として、生産者として、現場のプレイヤーとして働き続けるのっていうのは、まあ、いかがなものかなと思います。だからそこからも抜け出れないんですよね。だからぜひね、そういったところをちょっと意識してもらう。そして最終的には利益の分配です。で、利益の分配というのは、頑張ってくれたんだから給料をこうやって与える。で、利益を分配することによって、労働してくれるスタッフが、あ、社長ありがとうございます、おかげで生活ができますって言って、その人たちの暮らし生活を守るわけですよ。で、その人たちの生活暮らしを守ることによって、安定的にその人たちが働いてくれることによって、自分の暮らしも安定するし、自分の会社農園も安定する。こういう仕組みを作るのが実は社長のお仕事なんですね。さあね、言われてみればそうだけど、そんなことね、農業業界でやって、そういう考え方でやってる人って少ないよって。だからなんかピンとこないけど、このね、動画見てくださってる方は、その他の農家さんより半歩先行きたい方々ばっかりでしょ。だから僕も半歩先行きたい方々を応援したいんですよね。で、そういった方々が、こうやってね、僕だけの動画じゃなくていいです。いろんな方々の動画見てくださって、意識をこう高めて、よし、次のステージに行こう、次のステージに行こうって頑張ってらっしゃいますよね。だから、ぜひね、意識を高く持って、既存の農家が悪いわけじゃないけども、時代はもう先に進んでいます。こういう感覚で農業をやってる方たくさんいらっしゃいますんで、ぜひ皆さん方もね、一枚上手のね、半歩先行く農家になってください。そして
あ、もう山里さんそういうの知ってるよと、もう僕はもう半歩先じゃなくて一歩先行きたいよって方は、今ほら僕が今運営している、まあ、脳美事会っていうのをやってるんです。でその脳美事会っていうのは、あのごめんなさい、ちょっと宣伝になるんだけど、あのもう有料動画で、あのちょっとレベルの上の話をどん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 やっている、その動画があの見放題なんですよね。だいたい200本か100 180本ぐらい出してるのかなぐらい、もうもうこの動画とまた別で有料動画ってあるんですよ。でそれが見放題になってるんで、ぜひそちらの方にエントリーしていただいて、そして月1回ちょっとねレベルの高いセミナーをちょっとやってますんで、そのセミナーも参加いただきます。そして散歩先行きたいと、もう散歩先行きたいという方はですね、さらに上 の, あのプレミアム会員というのがあるんですね。このプレミアム会員というのはちょっとねやっぱりお金もかかりますけれども、まあ、そういってね、もうとにかく人の先の先を行きたいんだっていう方、散歩先行きたい方はまたそういう、こともやってます。これはもう人数限定です。あのそんなたくさんの 人数の方はちょっとお手伝いできないんで、限定でやってますので、ぜひね半歩先行きたい方はこの動画見ていただきたいし、一歩先行きたい方はぜひノービジビップ会員になっていただきたい。そしていやもう三歩先行きたいんだっていう方はノービジプレミアム会員にねぜひ参加していただくと、もう間違いなくね先の先の先をね行くお手伝いさせていただきますので、まあ、そちらもねぜひご活用ください。すいません最後宣伝になっちゃいましたけど、はい、ということで今回は農業社長の5つのお仕事ということで、我々は労働という現場だけではなくて経営という現場を、ね、しっかりと5つのこの、ね、現場がありますので、この5つの現場をしっかりやる、これが社長さんのお仕事ですよというようなお話でした。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。農美事会は半歩先行く農業者のオンラインコミュニティです。さあ皆さんもですね一緒にこちらの農を耕していきませんか。私がやっているオンラインコミュニティ農美事会は無料会員でもですね、なんと173本の有料動画が見放題になります。そして月々1100円の農美事 VIP 会員にご登録いただくとですね、さらに過去の農業ビジネスクールの有料動画、これがですねなんと88本見放題、つまり合計261本の動画が見放題になります。でその他ですね月1回の農美事セミナー、そして月1回のオンラインライブ相談会も無料で参加いただきます。もちろん個別相談会もですね、まあ、初回は無料という特典もついております。さあ皆さんですね一緒に私たちと脳を耕す、そして個別で勉強する、そういったね半歩先行く農業者になるために、まあ、農美事会一緒に勉強しませんか。まだご登録いただいていない方はですねこちらスマートフォンで脳美事で検索してください。さあこれからですね一緒に脳を耕していきましょう。